トモモは絶対聞くはず。どうです？太もも気持ちいい、うん、まあマスターなんだかんだ言ってやっぱあのほら筋トレしようから、うん、そんなボロは出ないね、うん、その神経痛とかそういう類は出ないと思う、うん、どっちかというと、まあ、筋肉疲労の方かな、うん、それであれば最近大分市とか行きました？最近行ってない、ずっと献血に行くの。ああ、献血右かってすっごい硬い、うわ、右の方がだいぶ使ってますねこれね、うん、いかんな、うん、ちょっとこれは念入りに行こう。待ってくださいね。さあ、珍しいのでいきます。特選です。結構響きません？この神経に。変わったマッサージ道具なんですよ、これ。ツボ、うん、これ、うん、足をね、こうやってください、うん、この位置でいいです。よいしょ。足ツボでございます、にゃんちゃん。うん、もうね、リアル猫俺やけどな。よろしくお願いします。はい、足ツボいいっすね。足ツボいいっすよ。立ちっぱの人はね、辛いからね、ほんと疲れたまるんすよ。でマスター筋力があるから、あの筋肉のほら重たさがね、まあ、結構体重重たくなってません、うん、やっぱその分足にきますよ。
ね、筋量が多い人ほどきつい。足の裏、うん、内臓も ありますよ。うん、反射区はいっぱいあります。本当大体もう、まあ、素人さんで覚えていただくんやったら、もうこれが下半身、上が上半身、もうそれこそここ、あの脳とか目とか耳のラインとかですね、肩とか、もうここの中心でいったら、ほら内臓、心臓とか肝臓とかそういう類のところとか、こうね、あのストマックとか、ね、胃とか、ね、胃と循環器のことがいっぱいあります。大体の覚えていただくんやったら、こう下の方やったら下半身、上やったら上半身って覚えてくれたら楽ですよ。肝臓、うん、気になります。本当ですか？お酒飲みます？飲みます。飲みます。肝臓やったら反対。こっちの左足。うん。まあとりあえずはもう疲れ取りメインだ今日は。効くでしょ意外と。青竹踏みとかするんですか？ああ、はあはあはあ。すっきりします。うん、します、します。でもね、自分でやるよりね、こうやってやってもらった方が一番気持ちいいんですよ。そう言うと。どんなんでも、ほんと。これもね、さっきも使ってみようか。これも面白いことで、ね、衝撃波が、ね、結構来るんですよ、ほんと。こうやってね。でこう切ってこう伸ばします。こっちも伸ばして、はい、 OK。 それ用なんですか？それ用です。叩く用のやつです。これ衝撃波のマッサージです。衝撃波ですね。アジアンチック、アジアンチックです。いや、結構本当アジアンチックもう結構重たいんですよ。これ重たいですよ。さあ、こっちもにゃんちゃんマッサージ。こう緊張になったそんなことはない、そんなことはない。じゃあこっちもね、やっていこう、はい、こう来まして、よしね、はい、こう来て、はい、よろしくお願いします。よいしょ。8割、8割かわいいですよね。うん、結構動画で見ますけどね、8割かわいいんですよ。猫って面白いですよね。あの結構種類で性格変わるんですよね。だいたい似てくるから。黒猫は黒猫の性格ね、チャトラはチャトラとかいろいろ、もう結構猫好きなんで。まあ犬も好きですけどね。犬も好きじゃないけどな、散歩せんと研究大変なんですよ。うちの子も散歩朝晩ですよね。くーちゃん散歩、やっぱ散歩を一回覚えてしまったらずっとやらんといけないですからね。うん、どうです、気持ちいいです。左の方痛いです。左の方が痛い。あ、まあ重心もありますけどね、体重のかけ方っていうのあるからね、ラテアートする時でも多少の重心はねあると思うから、どっちかに、どっちか、うん、そう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 、職業病ってやつですよ。肝臓です。肝臓こうです。もうちょうどど真ん中のところ結構いましたね、やっぱそういう痛い人って。うん、相当痛がる人ですよ。います、います、います。うん、片方だけ痛いっていうね、本当。
よいしょ、こう切って、さあこれいこう。ビビりなさん。オッケーで、これをこう二脚伸ばします。よっしゃー、オッケーでございました。マスターありがとうございました。お疲れ様でございました。お仕事頑張ってください。すっきりしました。はい、よかったです。また今度ね。また来た時にマッサージしますんで。